平成17年度以降、国の行政機関に対して行政福祉審査法による申し立ての件数、合計何件になるんでしょうか。平成17年度以降、26年度までの10年間におきましては、平成17年度は 19,983 件、平成18年度は 18,774 件、平成20年度は 21,875 件、平成21年度は 23,456 件、平成23年度は22件、平成26年度は 88,505 件であります。まあ、以上の計が、約202,000件でございます。まあ、平成17年度以降、何年か、6年分ですね。で、行政不服の国の機関に対する不服申し立てが20万件以上あったと。じゃあ、そのうちでですね、国の行政機関が、同じ身内の国の行政機関に対して申し立てを行った件数は何件でしょうか。そして、その申し立てが認められたのは何件か。執行停止が決定されたのは何件か。平成17年4月以降、国の行政機関が行政不服審査法に基づき行った、不服申し立ては、今回の事案を含め、7件あると承知をいたしております。今回の事案を除く6件につきましては、取り下げが3件、却下が3件であると承知いたしております。いや、執行停止が決定されたのは、先ほど申し上げましたように、6件につきましては取り下げが3件、却下が3件であります。そうすると、今回執行停止が決定された執行停止1件ということでいいですね。今回のを含めると。今回を含めてですね、3件ということになります。先ほど言いましたように。執行停止です。はい。そのうちの、じゃあ、執行停止3件のうち、2件は、辺野古の埋め立ての件であるということでよろしいですね。すべて辺野古の問題でございます。すべて辺野古の問題。執行停止が、決定された3件、すべて辺野古の問題と。まあ、要するに、沖縄防衛局、防衛省は、一般国民になりすますのが得意技だっていうことですよ。